帰り道、侍を拾った。この侍は謎の時空の歪みに巻き込まれて今の時代に来てしまったという。残念だけど元の時代には戻れそうにないね。いや、いい。私はもうあの時代に帰りたくはない。なんで？あの時代で私は幸せになれなかったからだ。この侍は用心棒をしていて毎日人を切っていたという。あの生活は本当につらかった。平和なこの世で幸せに暮らしたい。この時代の幸せとは何だ。幸せ。もっと腰を入れて。あ、申し訳ない。こする。はい。安定した職に就くことと。コスプレ本格的ですね。侍でござる。侍さん、趣味とか特技は？人斬りでござる。やだ、斬られちゃう。結婚することと。こりゃ当てりゃ大金持ちよ。ならば私が自ら馬に乗ろう。は？やぶさめは得意だ。お金持ちになること。思ったように幸せになれない。そりゃそう簡単に手に入らないよ。お主が言ったのに。何なんすかね、幸せって。いつの時代も同じようなもんだな。